ですか。うん、吸ってる。じゃあ、こっから下の陰部神経ですね。あー、大丈夫ですか。腰に行きましたか。うん。ハリケーデンからこんにちは、ビオハリです。今日のモデルはファッションライバーのリナさんです。はじめまして。ます。5週目のメンテナンス。ということで、30代に入ってからもう2、3年、ね、ちょっと生理が重かったりとか、そうなんですよ、リズムが微妙だっていうことで、前回治療しましたけど、その後どうでしたか。はい、その後、でも結構ひどい時、今日マジで仕事行けないかもっていうぐらいの腹痛と、頭痛と、腰痛、はい、全身疲労みたいなぐらいのズーンってくる感じがあったんですけど、治療してからは仕事行けました。よかった。まあまあ重くはなかった、ね。重くなかったです。すごい軽くなってました。よかったです。でも最近のお仕事の激務聞くと休みなく。そうなんですよね。それがまだ始まったばっかだから、激務が。なんで今回のね、ちょっと怖いですね。やばいですね。ということで、これじゃあちょっとまずに自律神経調整をしてですね、またコンサートに行けるように、はい、3年とか5年ぐらいですね、無月経だった方とか生理周期が長くなってしまう。っていう方がですね、改善した治療法があります。それを受けていただくといいかなと思います。それでは、じゃあ整理ですけど、割と今回良かったってことですけども、今激務なので、調整していった方がいいんでですね、精神調整をして自律神経を整えながらですね、次回も乱れないようにしていきたいんですけども、施術のその後の経過をコメントいただくようにして、ビフォーアフターって出せないんで、体のこわばりで見ていきたいと思います。交感神経高まってると結構体こわばってますから、手を合わせていただいて、右左向いていただいて、てんてんてん、いろんな硬いですか。これまずいんで、これ乱れてね、また生理重くなったり、今の激務に生理重くなっても最悪じゃないですか。最悪、最悪、仕事絶対休みたくないんで。そうですね、まあ、そこは気をつけたいんで、しっかり施術していきたいと思います。それでは月経不順とか、まあ、そういった治療をしていくときですね、一番大事なのは、まあ、もちろんね、婦人科さんとか皆さんかかっていただいてて、でそれで経過観察だったりとか、薬で経過を見ましょうっていう方だってですね、なかなか改善しない方とかが、東洋医学を合わせてですね、体の引き継ぎ流れて、例えば冷えをね、改善したりとかするとすごく良くなったりとかするんですね。はい、ということでこのね、結果生理不順があって、ホルモンバランスの乱れがだから薬で、それは対症療法です。なぜそれが悪くなっちゃうのかっていうのは、根本である自律神経を整えてあげる、それから東洋医学的に血液のバランスを整えてあげることが大事なんですね。でこういった治療をしていきます。最近またね、新しい方もいるんでまた説明しますけど、もともと僕看護師で救命病棟ですね、大学病院でやってました。でそれ西洋医学の限界を感じることが多かったので、それカバーできるんじゃないかなと思って東洋医学を始めたわけですよね。で東洋医学がむちゃむちゃ怪しかったです。いいよ、大丈夫かなと思って、ね、しかもお人魚ですよ、お人魚、お人魚何ですかそれみたいなね感じだったんですけど、それで怪しいなと思って、でお医者さんの勉強会に行ったんですよ、医師向けの針の勉強会。そしたらむちゃむちゃ東洋医学で治してたわけですね。そこで西洋医学の針、科学を求めるサイエンスだけの針じゃなくて、サイエンスではなかなか分かりにくい東洋医学的なアプローチでやると元気になるってことが分かったので、両方かなと思って今西洋医学の視点と東洋医学の視点両方合わせてハイブリッドで見てるわけですね。じゃあね、クランさんではですね、データ持ってきてもらったりも、してますね、一緒に見ながらですね、じゃあここね、整ってきましたねとか、そういう形で治療していってます。あーあ、あ、人魚です。あ、変わってでも、お人魚なんですけど、ちょっと待ってくださいね、これで言うと、多分ですね、お人魚ベースあるんですけど、ちょっとチェックしますね。お人魚ですね。これはね、ちょっと一瞬迷うぐらいにちょっと耳が来てますね。そこやばいですね。ここ、これもやばいですね。それやばい。これ胃大腸ですよ、この反応。そこやばい。はい。じゃあこれキープしてください。はい、頑張って。うん。あ、これキープできますね。はい、頑張って。グダグダですね。やる気ゼロな感じです。ということで、これお腹ここですね。はい、
これテスターっていうのはですね、ツボが合ってるかチェックします。ここもいいんじゃないですか。うん、これさっきですね、さっきの方です。もちろんいいですね、はい、うん、じゃあここでバランス整えました。キープしてください。あ、大丈夫そうですね、はい、はい、すごい。あ、結構激務頑張ってるってことですよ。すごいわ。でもちょっと元気、あー、ちょっと元気になってきましたね。肺の経絡をね、はい、4K です。4つの K を動かしていく。 OK、いいじゃないですか、うん、いいですね。あとはこれしかないです。久々出ました、調子です。なんか久しぶりに見た気がする。久しぶりに見ました。ということでちょっと見えますけど、はい、ちょっと恥骨に響いてます。子宮に、あ、うん、大丈夫ですか、うん、あ、いや、うん、いや、ドクシ、はい、これ OK です。頭皮にですね、生殖ポイントっていうのがあるんですけど、ここに頭皮にある、まあ、反射区があるんですけど、これですね、本当に生理不順とか無月経とかにも効きますし、さらにあのお注射の後遺症とかにもですね効きます。嗅覚障害とか味覚障害とかですね、ちょっと頭をボーっとしちゃうっていうのもいいんですね。これ結構万能ですね。ただこれはちょっと秘伝のやり方なんで、全国にまでですね100人程度しかできる人いないんで、これですね、うん、あ、これでいいですね、はい、リプロダクトポイントです。はい、ということで10分ほどお休みいただきます。では10分経ちましたので針を取っていきたいと思います。ちょっと響きますか。大丈夫ですか。うん、はい。30センチ。はい。はい。それでは背中の治療していきます。ではこれからですけどもね、腰、仙骨前ですね。ちょっと凹凸を取ってですね、そして針をしていきたいと思います。うわ、汁が。ちょっと滞ってるんで痛いかもしれない。大丈夫ですか。はい。よっ、あ、これまずい。これやばいやつだ。あー、あー、やばいですよね。うん。笑ってる。どんな感じですか。これはやばい。あー。どうですか。うん。吸ってる。吸ってる。
いきますよ。はい。じゃあ、これまで。じゃあ、じゃあ、かってらっしゃい。かっ。何もないんすか。はい、吸ってます。吸ってます。じゃあ。おお。はあ、大丈夫ですか。はい。はい。マジっすか。ありえないね。ありえないね。ああ。これやばいでしょ。お肉。これ。お肉がやばい。痛いですか。大丈夫です。はい、じゃあこれも今日やめようと思いましたけども、はい、出しましょう。さっきちょっと背中側の治療室も若干痛いですけどね、気にしないで。仙骨大丈夫ですか。はい、気持ちいいですね。はい、じゃあ今おけつカット吸い上げてますね。5分ほどお休みいただきます。はい、それでは5分経ちますね。次でも取っていきます。おお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 なかなかいい量が。それでは拭き取って対応していきます。はい、今水玉でボッと拭き上げましたので、これから針をしてですね、ある方法で子宮を活性化させていきます。危ないね。気をつけてくださいね。邪気が飛んできますか。このクイズ番組でなんだっけ。ということで、腰痛決めはこの縁長針、これ何センチでしょうか。分かる方はコメント欄の一番上に書いてください。いきますね。大丈夫ですか。ああ、優しく来た。はい、ああ、それでは腰もしてきましたけども、さらにですね、大事なのはこの陰部神経っていうのを刺激するんですね。陰部神経っていうのは交感神経と交感神経が束になってて、骨盤内ですね、臓器の血流だったりとか。自律神経はね調整しています。で、針は交感神経をですね沈めるっていう役割があるんですね。交感神経というのは血流が、悪くなったりとか興奮している状態ですね。で、副交感神経を高めるとも考えられていて、で副交感神経っていうのはリラックスした時に高まる神経なんで、まあ、これが血流を良くしたりとか人間の細胞をね体回復の方に導く神経なんですね。ということで、仙骨ここにこのおけつは取りましたので、ここから下の陰部神経ですね。ああ、行きました。ああ、大丈夫ですか。お尻に行きましたか。真ん中辺ですか。はい。はい。はい。ここは仙骨はですね、副交感神経の束ですね。これ出てくる。はい、それでは、10分ほどお休みいただきます。それでは、
それでは時間になりましたので針を取っていきます。はい、では動きチェックしていきたいと思います。生理のこの重だるさとかですね、その辺はですね生理周期の時に教えていただいてですね、はい、じゃあ背中のコアボにちょっとチェックしてみたいと思います。手を合わせていただいてですね、右手ですね、もうさっきの激ヤバからかなり良くなりましたね。はい、良かったです。良かった。はい、ということで、生理不順とかですね、無月経とか、まあ、婦人科さんで、ね、見てもらってると思いますけども、合わせながら東洋医学やったやつ本当に良くなりますので、ぜひ全身調整と子宮を活性化する針を受けていただければなと思います。私の家はここ銀座院と横浜元町がありますので、概要欄の LINE からお問い合わせいただければなと思います。他にもですね、こういった施術ができる先生方がですね、全国に100人程度おりますので、概要欄からお伝えることができますので、お問い合わせいただければなと思います。はい、この動画を見ていただいている方ですね、8割9割ぐらいの方がまだチャンネル登録いただいているので、ぜひチャンネル登録の方をお願いします。ということで、他にもですね、施術動画ですから、セルフケアの動画を配信していますね。次の動画もご覧いただければと思います。チャンネル登録、高評価、応援よろしくお願いします。上田先生、この間は生理前の施術ありがとうございました。結構ガタガタの生活リズムだったので、本当にちょっと生理ちゃんと来るかなとか、生理痛今回どんな感じかなってすごい不安だったんですけれども、もういつもよりもすごく生理痛もほとんどなくって、なんかあ、いつの間に生理、あ、いつの間に終わったぐらいな感じで、すごく重たくなくて軽く過ごせました。本当にありがとうございます。またちょっと最近体調崩し気味なので、またチェックお願いします。ありがとうございます。皆さん、ね、話してます。はい、ということで5周年のメインということで、バキッ別の動画でもバキッてるわけ。俺何回も言います。言います。ポーズみたいですね。それは多分肩甲骨首肩のところで多分やってると思うので見ててください。